ででんてんててん。ててんてんててん。はい、ということで、ごきげんよう！嘆きのアリアでございます。マイクテストね、させていただいておりますけれども、オッケー！ありがとうございます。プリニー様、クラゲ様、ハオ様、カスミ様、コンセンスでございます。はい、なんかね、今目がかすんだ。今目がかすんだ。うん、大丈夫です。はい、さっき歯磨き粉をね、ちょっと目にぶちまけたので、多分それのせいだと思うんですけれども。はい、大丈夫っぽいということでね。ではでは、帝国通り23時よりね、開演していきたいと思いますので、今しばらくお待ちいただければと思います。ではでは、今日は絶対勝ちますわよ。はい、ということで、一旦失礼いたします。ドローリッチ。嘆きのアリア、生放送、アリナマ、始まりまーす。イェッヘーイ、イェッヘイヘイヘイ、はーい、ということで、ごきげんよう。金髪巨乳清楚、ゲーム激うま VTuber、嘆きのアリアです。こたついな、ください。これからはこたつが大事な時期です。はい、ということでね、今回はこちら。早速ね、うろついておりますけど、ゲーム音ついてないわ。イケボ、ありがとうございます、トーマくん様ね。はい。ゲーム音ついてないですね。これで大丈夫かな。はい。ということで、今回はこちら、聖剣伝説2、やっていきたいと思います。メロンパンがあるし、大体巨乳ポケモンありやってことで、以下、巨乳です。バストディフェンダーレベル8。バストを守るもの、レベル8。はい。ということでね、前回、こちらのなんかお城にいる、トラ、雑、タイガーキメラ。タイガーキメラなるね、モンスターにボッコボコにされたわけでございますが、まあこっそりね、裏でレベルを上げまして、私の戦闘スキルもね、上がりましたので、今回こそは、リベンジを果たしていきたいと思います。ということで早速、やってまいりましょう。ドケドケ、ドケドケ、モノどもドケドケ、アンチバストはダメ、減っちゃうから。うおー、ほらこの野郎、いた。ちょ、あ、やばい、一週間やってなかったら戦闘方法を忘れましたわよ。えい。強い。いける。えい。あいつらバカですわね。武器レベルも上がったならためが強くなる。ああ、ためね、レベル2までね、いけるっぽいですよ。こいつらは無視。あいつらほっとい、あれこっちじゃないかも。こっちじゃないですね。どこだっけ？戦い方を忘れたアリア。割とね、いろんなゲームやるとね、すぐね、忘れますよ。ここだ、ここっぽい。ここだ、ここだ。多分ここだ。違うかも。ここ、ここ、合ってる合ってる。あそこですね。違いますね。左の方ですね。あれ、無視です。無視無視。ザコは無視していきますよ。こっちこっち。
ここここ、ここだここ。BGM が変わった。あ、これ敵ですね。ピッ。味方がなんか倒しちゃうから私が出る幕がない。私が出る幕がない。これは勝てますね。間違いない。いた、こいつです。この先。ち、うるさい子供たちだね。覚えてな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 。さあ、お前はタノトス様のもとに送ってやるわ。あれが、あれですね。プリムちゃんの恋人のディラックさんですね。はい。まあ、どっかに行かされたわけでございますが。転送されてしまいました。ディラック、一体何をしたの？もう勝負ついてるから。あの男だけなぜかこのわしの術もかからんので、うんぬんかんぬん。パンドーラの古代遺跡にうんぬんかんぬん。タナトス。まあ、これは前回もね、見たはず。許せない。すでに王国のほとんどの人を。まあ、とりあえずね、お城を守るためにこのタイガーキメラちゃんをね、ぶっ倒していかないといけないというわけです。怪しい踊り。さあ、リベンジ、行きますよ。さっさと来なさい。早く来なさい。もったいぶらないで来なさい。瞬殺して差し上げますわ。来た来た来た。ほら、この野郎。痛い痛い痛い、その動きはダメでしょ。その動きはよくわからない。えい、みんな気失ってる。ちょ、その動きはダメでしょ。みんな気失ってる。こういうところでキャラチェンジですよ。HP を見ていきましょう。なんか、あ、どこ行きました？そっちか。槍なら届、槍でも届かない。こういう時に武器チェンジをこうやって使うわけですね。覚えた。ファイヤーカクテル。大丈夫ですか？プリム。えい。ファイヤーカクテル。大丈夫ですか？体力。まだ体力大丈夫ですね。プリムがやばい。プリムがやばい。プリムがやばい。プリムはやばくない。ポポイがやばい。アイテムコマンドが出ない。気絶してた。気絶してた。やばい。死ぬ。死人が出る。死人が出ますよ。大丈夫です。アイテムこういう時のためにいっぱい買い込んである。ロイヤルゼリーはもったいない。はい。体力回復。ピーン。オッケー。プリムも回復しときましょうか。これだけの回復アイテムをね、買い込むのにどれだけ戦ったかっていう話ですよ。えい。武器変えていきましょう。ブーメラン。戻ってきた。えい。効かない。えい。こいつなんかなかなか卑怯な戦い方しますね。卑怯者ですね。これ溜めてやった方がいいかも。あの端っこに行くのね、クソ厄介。ちょ。しぶとい。わばば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 。ポポイがやばい。なんだかんだレベル上げても結構強敵じゃないですか、こいつ。ポポイがはめられてますけど。えい。なんですかそれ。なんですかそれ。なんですかその神々は。えい。お、倒した。倒しました。イエーイ。ブーメランや弓なら遠くに届くし、武器の進化次第で種族特攻、種族特攻とかもあるんですね。勝ちましたね。みんな踊ってる。ピーン。弱い、楽勝。てっていーん。やったー。大勝利。ブーメランのパワーがアップ。お。バグってない。やった。勝ちましたよ。楽勝でしたね。雑魚でしたね、初戦。さて、BGM は明るくなりましたけど。あ、なんか、こんなところにいますけど。おい、やったぜ。ひ、勘弁しておくれ。炊き込みうどん様、普通の人になった。炊き込みうどん様、混成層。ごめんよ、最近この森に入る魔法の薬草が枯れてしまっての。魔力を維持するために町の人を骨抜きにする代わり、タナトスに薬草をもらっていたんじゃ。なるほど、そういう経緯があったんですね。これからは普通のババに戻って静かに暮らすことにするよ。普通のババ、南の古代遺跡にいるはずじゃよ。そこの宝箱はもう町にはいらんものじゃ。持って行っておくれ。指定神殿のオーブ、あれは氷の情報量が多いですね。氷の魔法でもないと解けないね。普通のババに戻っちまったし、そんな魔力はもうないよ。金かな。お金を逃げようとしてるんじゃないですよ。ほーん。とりあえず攻撃も効かないようですし、先に進むとしますか。
さて、では宝箱の中には何が入っているのかな。1個目、ガチャガチャガチャ、お金が入ってなかったら怒ります。お金56、少ない、怒ります。で、こっちは革のムチが入っていた。ムチ、武器かな。あ、武器ですね。革のムチ、ピシー、お金入ってただけ許す。普通でない魔法の胸アリア、ピシーピシー。ムチ範囲長いですね。なかなか使い勝手が良さそうな。じゃああれですかね、南の遺跡に向かえばいいんですかね。あれ、敵出なくなってる。捕まってた人たちはどうなったかな、出られましたかね。ムチ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 のアリア、みんな脱出できたかな。ニキータがいたらセーブをしておきたいところなんですけど、あ、いるいる、セーブさせてください。捕まっちまいましたよ、もうみんないないですけどね。セーブもするよ、セーブ、ニャヒヒヒ、セーブしまーす。ここで、はい、オッケー。ではでは、これ気合と根性で戻るしかないんですよね、きっとね。魔法のロープ効かないですよね。使ってみますか。えい、ここでは使えない。はい、戻れと、戻れということですわね。ムチもまた移動範囲を広げるため、へえ、いちいちしまった。ひたすら戻るしかない。魔物がまあいなくなってるだけマシか。すすすすす、はい、ここでお城の外に出られるわけで、あれかな。お、リラックはやっぱり生きていたのね、よかった。プリムちゃんのね、恋人ですからね。アリアンディ、聞こえるか、すぐに水の神殿に来ておくれ。誰ですか。ルカ様かな。ルカ様だ。一体どうしたんだろう、僕行かなきゃ。リラックのことは、私も行く。おお、この先私一人じゃ無理みたい。プリムもだいぶあれですね、現実が見えてきた。君たちと一緒に行くことにするよ。その代わりディラックを助けるのも手伝ってね。しっかりしてる。兄ちゃん、オイラがついてる。大船に乗ったつもりで任しときな。ガッハッハッハ。いいキャラしてますね。さて、では帰りますか。どっから帰ればいいのかわかんないけど、普通に来た道を、こういうとことかね、なんか行けたりしないんですかね。多分ムチムチムチね、ムチね、ムチね。戻りまーす。こっからは敵復活してそうな雰囲気。やっぱし、バチ。さて、こっからは剣で行った方がいいですね。ムチも使いたいけど。さて、戻りますよー。どこどこどこ、方向音痴だからちょっとしばらく来ないと道を忘れるんですけど。外した。意外にしぶといんですよね、敵がね。どこどこ、どっから戻る、どっから戻れば、どっから戻れば、こっちじゃないな。相手しないで、相手しないで、そこら辺の敵は相手しないで、無視して。強いな、こいつら強いな。こっちじゃないや、下ですかね。こっちの、こっちで、バトラーにクリティカル。あ、引っかかってる、引っかかってる。引っかかって、まあ、ワープなら進めるということで。ズシャ。お？もしかして、もしかしてこういうとことか、ムチでいけたりなんかしちゃったりしません？なんかこう、こんな感じで。聖剣のフレイルみたいな感じで。あれ、私今誰？そんなことはないか。あ、いけそう。あ、いけた。マジでいけた。マジでいけた。すげえ。あ、なるほどね。ムチ便利ですね。ムチは、こういう杭を移動できる。覚えておきましょう。ペッチ。ぽいぽいぽい。はい。で？あ、見覚えがある。これあれか。一番最初に、いけませんねって言ったとこですね。水の神殿、やったぜ。これ絶対使えってことでしょ。制作者の意図を感じますよ。ムチで引っ掛けてもその跳躍力なら確かに。フックショット兼用枠。便利なやつですね。
さて、水の神殿来ましたよ。セーブとか一切してないですけど、大丈夫ですか？なんか、いかにもヤバそうな感じの呼ばれ方でしたけど、敵とか来ませんか？また、お城まで戻るのに。ルカ様！回復してやろう。いや、回復してやろうじゃなくて、セーブも、あ、しておきます。優しかった。はい。じゃなくて、神殿に沿って、東に行った滝の裏側の洞窟に、水の精霊、ウンディーネがいる。はい。さあ、回復してやろう。神殿に結界を張ってくれているのじゃが、突然結界が切れてしまった。結界が切れた。ウンディーネが心配じゃ。様子を見てきておくれ。なるほど。ウンディーネに何かあった。ウンディーネね。水の精霊ですね。まあ。じゃあ、向かいますか。左？東？東に沿ってって言いました。東に沿ってってどこ？外に出て東に沿った滝の裏？ちょっとね、もうちょっとね、わかりやすく説明していただきたい。私、方向音痴なんで。左に沿って、こっちか。左に沿った滝の裏。滝なくないですか？魚めっちゃおる。狩りじゃ。いた。範囲が広いといいですね。あ、でもこいつらタフい。いたいたいた、ガルフィッシュ。結構痛めつけられてますけど。バチ。あそこか。いかにも、いかにもありますね。ここだ。いっぱいいるー。なんか水の魔法みたいなの撃たれてます。レベル1の武器だし、火力が低いのもやむなし。確かに。えい。なんか定期的に多分あれですよね。あのワッツのところに行って武器パワー手に入れたらレベルを上げてっていう風にしていかないと、いつかジリヒに。何ですかこれ。なんだこれ。ハート？なんか生まれた。ん？何ですかこれ。なんか、ドラクエに出てきそうな見た目してますけど。ポポイにし、ポポイ死んどる！ポポイ死んどるよ。ポポイ死んどりますわよ。なんで？なんで？こいつにやられたんですか？今なんかそんな高火力に見えなかったですけど。全然気づいてなかった。ちょっとソードに切り替えて、接近戦挑みますか。こんないかにも雑魚みたいな。ん？ディフェンダーが持てない。返してディフェンダー。魚にやられすぎた、確かに。まあ、ポポイとかプリムとか防御力そんな高くないですからね。当たんなかった。ん？あれ、なんか変わった。ボス戦 BGM ですよ。ボスですか？飲まれた。飲まれた、食べられた。ちょっとやめてください。そういうのやめてください。溶けちゃいますんで。ボスラッシュが過ぎませんか。とりあえず、ポポイを回復させておきましょう。パックンリザード。あー、ちょ、食べないで。やめて。いや、ちょ、はまってる。はまってますから。これ、遠隔戦を挑んだ方が、良いのですか。あうー、青いワギャン。軸を合わせなければ。ヒールウォーター。回復しよった。めっちゃ回復しよった。ちょっと軸ずらしつつ戦った。めっちゃ避けますね。てか、なんでこんなところにいきなりこんなやつが。あ、食べられてしまった。体力3人分結構見るの大変ですね。あう、どんだけ食べてくるんですか。たとえ少女キャラが丸飲まれても卑猥は一切ない。回復アイテム補充しとけばよかったな。こんなにボスが短期間で来るとは思いませんでした。33。これ、貯めてした方がいいです。レベル2を。渾身のレベル2をぶち込みましょう。当たった？ヒールウォーターまた。倒したか？やりました？グラブのパワーがアップ。なんか特に考えもなく倒しましたが。バグってないですね。大丈夫。回復。楽勝でしたね。ピーン。さて、レベルを上げた甲斐はありました。して？あなたがウンディーネ。ありがとう。私は水の精霊、ウンディーネ。お礼に力を貸しましょう。やったか？あーって何？怖いんですけど。私たち精霊の魔力は呼び出したものによって二通りの魔法に変化します。
プリムは回復や防御の。回復や防御の。はい。なんでポーズを取るんですか？アイテム回復の前に切り替えたからね。え？なんか、バグりました？パックントカゲとは何だったのか。ポポイは水や氷の力で敵を攻撃することができます。攻撃型なんですね。なんでポーズを取るんですか？二人とも。私は？僕は？聖剣を抜いたあなたには魔法を使うことはできません。なんと！聖剣の持ち主が魔法を使うと、剣の力とぶつかって命を落とすかもしれないの。なんてことだ。無能だ。私魔法使えないんですか？ドラクエ1の主人、ドラクエ2のローレシア？でも魔法の力を利用することならできます。プリムのアイスエーバーを武器に使うの。アイスエーバーをかけた武器は氷の刃となって相手を凍らせて雪だるまにします。この武器も差し上げましょう。おう、武器くれる。スピアを手に入れた。スピア！槍ですね。あれ、槍かぶってません？私の力が必要な時はいつでも呼び出してください。槍かぶってません？精霊ウンディネの力を得た。やったぜ。これでオイラも大魔法使いだな。そんな大魔法使いになりそうなものを習得したんですか？魔法ってどうやって使うんでしょう。あ、これか。ウンディーネ。白兵用の槍と投げ槍。あー、なるほど、そういうことか。ランスが白兵用で、スピアは投げようみたいな感じなんですね。じゃあ魔法使ってみます。とりあえず、こっちのウンディーネ。アイスセーバー。あー、なるほど。ヒールウォーター。リフレッシュ。アイスセーバー。ピーン。アイスセーバー。パーン。おお、かっこいい。これで水属性の攻撃ができるようになっているということですね。またなんか、出てきませんかね。さっきのやつみたいな。特に。こいつらでもアイス効かないでしょ。凍った！そっか、雪だるまできるんだよね。これ、無限ハメができるのでは。なお、魔法も使い込んできたよ。なるほど。そういうやつですか。どっちも鍛えないとダメなんです。よし、じゃあ、ルカ様のところ戻りましょうか。今日はサクサクですね。サクサク回です。サクサクリア回。いや、今日でクリアできるかな。無理だな。ヒール鍛えるか。これあれですかね。至るところでやっぱ、頻繁に使っていった方がいいんですかね。宿屋とかで MP が回復するのであれば、宿屋とかで鍛えますけど。魔法ください、魔法。ヒールウォーター。作戦で何かできる。おう。ああ、ヒールウォーターありがたいですね。これで、あれかも。チョコ買わなくていいかも。ピーン、回復量も申し分なし。100回復、あれ？発動しなかった。ほっぽい。ティーン。素晴らしい。全体かけなんかできるんですか？まだいまいちリングコマンドの操作が。あ、できる。ピーン。おお。あ、さすがに分散するんですね。でも全体回復は、だいぶでかいですよ。よし、じゃあ、バンバン進んでいきましょう。とりあえず、ルカ様に、ウンディーネは無事でしたよと、報告を。結局、ウンディーネはあれですか？結界が解けたのって、あのなんかトカゲのせい、なんですかね。話聞いてなかった。話全然聞いてなかった。オスオス。回復してやろう。回復とセーブから入る会話の基本。ウンディーネの魔法を使えば、地下神殿の溶岩も消えるじゃろう。クリスタルオーブは何らかの魔法に反応するスイッチになっているのじゃ。はぁ？地下神殿？地下神殿？あー、ドワーフの村の先に行けと。あ、なんか行けなかったとこ確かにありましたね。あそこか。じゃあそこに行けばいいんですね。すごい、お使いめっちゃさせられてますけど。まあよしとしましょう。ルカ様可愛いから。ハンマーも完成しているかも。あ！なるほど。じゃあ、ワッツのところにせっかくなので、行く感じで行きましょうか。なんかどっかにあれないかな。大砲でぶっ飛ばしてくれるとこ。
なんかこっちの方にね、ありましたよね。オララビー。痛い。ここかな？ニキータの店、違った。何すればいいかも分からず迷うよりはいい。ほんとそれ。ほんとそれ。やっぱゲームはね、動線をきっちりしといた方がいいですね。まあ、最近のゲームはね、動線本当にはっきりしとかないと、あれですけども。昔のゲームは結構そこら辺ね、気にしてないですからね。ポトス村、パンドーラ、あれー？どこでしたっけ？大砲。なんかこれ普通に歩いていった方が早いか、お、なんか落とした。ほい。ブン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 、べ。VP 層は持てなかった。残念。残念です。オララビ。ひたすら荒野を行きますよ。えい。こっち？こっちこっち？いけないいけない。あいつを倒さなければ。結構ね、敵から逃げられないもんです。まあでも大体一発だからいいや。いた。こっち、もうなんかこっちパンドーラですよね、完全にね。ですよねー。もう普通に歩いていこう。こっちでしたっけ？ててー、ててってれれってって、そういえば、あれですね、聖剣伝説2のリメイク版の BGM、確かにちょっと聞いてみたんですけど、あれですね、割と、音源がリッチになったおかげで、世界観が多様になってましたね。一発で倒せるうちに武器レベルを上げて、あ、なるほど。誰でもいいのか。誰でもいいのか、敵は。倒せるところで稼ぐっていうのが定石なんですかね。ブン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 、てい！まんまるドロップ、まんまるドロップ補充しとけばよかった。いくらね、回復魔法が使えるようにはなったとはいえ、いえですよ。稼ぎ大事。RPG ですからね。あれ、ここじゃない。村みたいなのがどっかになかったっけ？てい！てか今あれか、よく考えたら、剣で稼いでももう意味ないのでは。他の武器で稼いだ方が。スピエ！あ、かっこいい。で、周りのみんなが倒しちゃう。バゴ。移動用に、無知酷使するところで。なるほど。そういう場所も出てくるわけですね。まあ、誰か、なるべく分散しておいた方がいいのか。いろんな武器を3つぐらいずつこう、使い分ける感じで。どか。さて、迷ってますよ。完全に私は方向音痴なので迷ってますよ。えい。あんまりリーチは長くないな。ただ、剣とかよりは届くよっていう感じですかね。どこだ？どこだ？こっちか。えい。花粉出さないでください。花粉症なんですよ。今もうセイダカを渡しそうの季節だからね。ほんと最悪。あの黄色い花、許すまじですよ。よし。意外に道のりが長かった。胞子やで。胞子か。そうか。確かに。キノコだから胞子だ。花粉じゃない。許した。こっちですね。なんかこっちな記憶があります。さてさて。8。外した。こっちじゃい。こっちじゃい。長い。結構道のりが長い。そして意外に敵が硬い。ランスがあれかな？あんまり。ん？スピアか。スピアがまだあんまり鍛えられてないから攻撃力が高くないのかな。レベル14になった。やったぜ。えい。バドフラワーにクリティカル。あ、アイテム。まんまるドロップがいいでーす。へい。VP 層は持てなかった。さっきも聞いた。VP 層はもういらない。なんですか、その動きは。あ、ここ地味に川で流されてるのか。細かいですね。ゲーコマ。
こっちじゃなかった。もう一個上。あれ？こっちかな？妖魔の森ガイアのやつ。下ですね。もう一個上じゃないや。もう一個下。もう一個下。こっちこっち。えい。通称。外した。さて、もうそろそろ使わず。意外に遠い。まだ、まだ遠い。こっち、ここ。あれ？下か。え、でも道は合ってますよね。ジェマの経験が生きてる。確かに。そう、私ね、一回世界作ってますからね。お姉様は木になりましたけど、世界作ってますから、聖剣1で。うしょい。でもあの頃よりは確かに武器を切り替えるのはすごい楽になった。お、ムチがレベル1になりましたね。じゃあ武器変えましょうか。私じゃないけど。何がいいかな。斧。斧あたりを装備させておきましょう。さて、私もムチを持った方がいいかもしれない。ムチリアに。ムチリアになりますか、やっぱり。ムチリア。さて、こっちから行けば着くはず。セーブしとこう。いない。ニキータがいない。ドド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 ド。ここにワッツがいるはずなんで、せっかくなんで強化しときましょうか。おっすおっす。待っててよ。さあ、今日は何を鍛える？ナックル。ナックル。レベルが上がった武器は作戦から貯めるようにするとかもしないと。ああ、そういうのもできるんですね。一丁鍛えるか。鍛えられました。ブーメランもできるものは全部鍛えておきましょう。ふむ、ここまでですね。なんか特にあれか、ハンマーはまだできてない感じですかね。じゃあ回復してその地底神殿とやるに向かいますか。アリアさんのおかげで生き物になったワッツ。シャルオレオッテ、噛んだ。シャルオレオッテ様、コンセイソ回復一泊15力ですが、泊まって差し上げましょう。仕方ないですわね。朝はお蕎麦を食べたいですわ。モーニングはお蕎麦を食べたいですわ。ナックルボールかと思った。僕は疲れているのだろうか。疲れているかもしれない。でも確かにわかる。セーブしますか？はい、セーブ。それ生体呪われただけだから大丈夫か。そうですよ。呪われた生体解けませんからね。ボイチェン使っても解けませんから。どこでしたっけ？その、地底なんちゃら。地底なんちゃら。みんな引っかかって、あう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 。引っかかったら、キャラを変えた方が早い。ここだ。あ、これだ。ここだ。麻婆豆腐だ、麻婆豆腐。え？何をしろと？あれか！これか！これか！これに何かしろと。なんかしろって言ってましたよね。これか。フリーズ。なんだこれ。スポイト。HP、MP。HP と MP を変える？アシッドストーブ。フリーズ。クリスタルオーブ。これだ、こう。ピーン。フリーズレベル0。パピパピパピーン。おお！固まった。いいですね。こういうギミック好き。え？え？どっからどういう？あ、こっからこういう？なんか全然建築物の様式が。違いましたが、なんか産んだ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 。ちょ、痛い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 。はまってますわよ。はまってますわよ。プロテクトレベル1。ゴブリンガード。まあ今、こっちもはめられてるから全然いいですけど。ポポイはレベル13になった。ほい。ゴブリンガードにクリティカル。プリムもレベル14になりました。なんでプリムの方がレベル上がるの遅いんだろう。経験値曲線が違うのかな。ほっ。敵を呼ぶ敵はしんどいですね。魔法でマップや地形を変えるやつ。そうですね。本当に難しすぎるとね、パズルになるんで、綺麗に動線組んであげないと、ユーザーが無駄に悩むことになりがち。パズル系はね、RPG 作る時でもね、結構
調整はやっぱり入れないとバグとかの温床にもねなりがちなので、ちゃんとデバッグ期間は多く取るようにいたしましょう。黄金の太陽ね、黄金の太陽もねいつかやりたいんですよね。全部シリーズは揃えてあるので。え、めっちゃ複雑。これか、押しました。スイッチ、スイッチ押したら何か変わりましたか。ん、この祭壇怪しいですね。多分大体構造的にこっちにもスイッチがあるはずなので、こっちのスイッチも押したら何かが起きるはず。バトラー、僕らの太陽を実況だって。やりたい。僕らの太陽もやりたいんですけどね。黄金の太陽も僕らの太陽もやりたいんですけど、僕らの太陽はライトを買ってこないとね。あ、なくなってる。こっちですね。ライトを買って、おぉ？パズルですね、これ。パズルか、これ。敵がいるな。ちょ、巻き込まれた、巻き込まれた。ゴブリンロード。えい。ユーザー様、今清掃、聖剣伝説2やっております。増えるな、増えるな。敵増えるな。8。黄金の太陽は、そうなんですよね。そう、RPG はね、長くなるっていうのをね、最近、毎日動画を上げていて、まざまざと感じている。クライシスコアとかもね、なんか、30ちょい行きましたしね。30って、結構ですよ。1週間に、2つずつ私はペース的に上げるんで、1ヶ月で8なんで3、4ヶ月かかる計算ですからね。なかなかですよ、なかなか。ちょっと待って、体力がみんな。こんな時こそ魔法を使うべきでは？ウンディーネ。違う、こっちじゃない。ウンディーネ。ヒールウォーター。みんな。全体。ピヨーン。ヒールウォーターレベル0。便利。魔法超便利。ストーリー系は長いからね。そうですよね。まあアクションでも普通に20とかいっちゃうことありますしね。ちなみにあれですね、今風のクロノアムーンライトミュージアムっていうワンダースワンのゲーム実況してるんですけど、あれがもうそろそろ終わりそうなので、あれが終わったら DS のね、カドケウスやります。超嫉妬カドケウスやります。医療ゲーですね。最終的に無双できる程度には育てられたから楽な方。確かに。めちゃくちゃね、クエイクで無双してましたからね。ワンダースワンのやつ。ワンダースワンはね、実機無理ですね。あ、ここいかにも無知を使えという。ムチリア。ピョンピョンピョン。無知は誰かが持ってれば良いのか。あっち、上の方で、届かないところで敵を増やすのはやめていただきたい。ポポイに死にが、ポポイなんで死んでるんですか？ちょっと、ポポイ死にすぎじゃありません？商売上がったりなんですけど。胸部海峡が得意そうな。開けますよ。みんな開きますよ。バチン。ご褒美です、ご褒美。ハマってる、ハマってる。ハマってる、ハマってる。ハマってる、ハマってる。私、ハマってる。ちょっと私、ハマってる。キャラ変えましょう。はめられることもあるんですね。まあ、こっちもはめられるから、相手にはめられることもそれあるか。これ、ポポイ弱いな。ポポイこんな前線に出しててはいけない気がする。ちょっと、コードパターン変えましょうか。うん、ですよね。白兵武器を振りに向かわせてるからですよね。ちょっと回避防御寄りにして、で、武器を斧じゃなくしましょう。やっぱこいつは遠距離だ。それこそ、チャクラムなんか持ってましたっけ。じゃあチャクラムで、ついでに体力回復もしとこうかな、もう一回。魔法を鍛える意味でも魔法をバンバン使っていった方がいいということは多分間違いない。ヒールウォーター、ブーメランの進化系。あ、なるほど、はいはいはい。武器種変わるんですね。いや、武器種は同じなんだろうけど、イメージが結構変わりますね。ビチン外した。2体までしか出てこないかな。ドゥ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 、貯められなかった。意外にピンク色強いですね。ほっ、硬い硬い、結構硬い。いや、武器の威力が足りてない。また
またポポイ殿が死にかけておるぞ。これは普通にかけないとダメかも。武器ごとの特殊効果は武器レベル画面。あー、武器レベル画面ありましたね。ここだ。各武器を見るにはまず決定ボタンを押し十字キーで選ぶ。虫、体の硬いモンスター2大ダメージ。グローブ、斧、追加効果なし。ムチ、追加効果なし。チャクラム、スライム、リザード、スピア、なし。弓矢なし。槍なし。ディフェンダー、素早さ回避率が2アップ。強いのかな。さてと、じゃあまたムチでペチペチしていきましょう。なんかいるな。あれ虫ですか。よし。ん？違う。え、チェスの駒？チェスの駒？無生物系の敵ですか？ユニコーンヘッド。何ですか？クイック。速くなる。命中率アップ。命中率は別になんか、攻撃が当たらなかったことが。ん？速い。動きが速い。クイックってなんか別のクイック効果乗ってません？攻撃が全然当たらないですけど。強いですけど。やられとるでよ。え、これ結構敵強くないですか。こんなにしんどい場所だとは。もう回復アイテムもそんなにないですけど、実は補充してきてないんで。よ、やばい。回避が上がって昼間で回避。ああなるほど。とりあえずあのピンク色さえ倒せばなんとかなる。意外になんか連戦ですね。ベチ。あ、今のが避けてるのか。ここが祭壇の部屋だな。なんかいる。おうおう、てめえら誰に断って勝手に入ってきやがったんだい。ここはノーム様の縄張りだ。ノーム。ああ、ウンディーネがいるからノームもいるか。とっとと出ていきやがれ。うるせえ。いや、喧嘩打った。最悪の場合、またレベリング。RPG ですからね。そっちこそ出ていけな。にゃにょー、てめえ生意気だ。いじめちゃる。おお、喧嘩始めましたよ、ブーメランで。やめなさい。ええー、それ、てめえこの、やめなされ。喧嘩をするのはやめなさい。ん？う、やべえ、足は知らんぜ。じゃあな、ちょっと待って、なんかめっちゃ地震起きてますけど。何ですか？見て、奥に何かいるよ。え？ちょっと待ってください。めっちゃ強そうなんですけど。エクスプロードレベル4。死んだー。ラスト聖杯ですけど。ポポイがあっちゅう間にやられましたが。毎回唐突に戦闘始まってないですか。ほんと。回復しときましょうね。ウンディーネ。ヒールウォーター全体。敵の攻撃の傾向がわからん。ラーパウェーブレベル4。ボボボボボボボ。強い。こいつ強いですよ。あの炎が集合して敵になるのか。つまり戻ってきた時しか攻撃チャンスはない。ファイアボールレベル4。強い。これ出てくるたびに攻撃されると魔力全然た MP 全然足んないですけど。あれ発動してないな。ヒールウォーターレベル4。全開はしてないです。エクスプロードレベル4。ちょ誰が食らいました。ポポイか。エクスプロードレベル 2連発はダメなんだよ。死ぬ。回復アイテムはまだある。あんまり補充してないけど。2個。とりあえず、ポポイに。そこに氷魔法。確かに。そうか、そういうことか。魔法をガンガン使えということですね。あ。私が死ぬ。仕方ない。ロイヤルゼリーを使いましょう。魔法でガン攻め。とりあえず、アシェットストームじゃなくて、フリーズ、これ、まだ姿が表してないから多分効かないですよね。姿を表した瞬間が勝負。
よし、 X ボタンですね。いけるいける。さあ出てきなさい、今じゃ。フリーズ、ファイヤーギガース、フリーズレベル0。痛い痛い、熱い熱い熱い、痛い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 、聞いた聞いた。でも体力があんまりないですよ。え、こいつ強くないですか。もう一発フリーズをぶち込みましょう。あれ、あ、これ今消えようとしてるから当たらないみたいな。スポイト、ラーバーウェーブレベル4。ひぃ、死ぬ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 、死人が出る、死人が、あ、ポポイがやられる、ポポイがやられる、耐えろ耐えろポポイ、耐えなかった。あ、ちょっとラーバーウェーブ、ラーバーウェーブ乱発はいけないのでは、それはいけないのではないでしょうか。ちょっとなんか法則を、ターン制の法則を無視して連発仕掛けてくるのは NG。 これまさかまた私は負けるのですか。敵がある程度範囲内にいないと選択できない。なるほど、そういうやつですか。ファイヤーブレス、プリムは左間に、左間に、めっちゃ左間になってる、やばい。回復アイテムはあと、確かプイプイソーって状態異常回復だった気がする。状態異常を直したところで、えい、ファイヤーボール、あー、いった、エクスプロード、痛い痛い、あ、やばい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 、やられるやられる。え、強すぎませんかこいつ、マジですか。レベル私高いですよ、レベル結構高いですよ私。えい、ちょ、エクスプロードレベル4。ヒヒヒヒヒ、ちょ、連発はダメでしょ、連発は。その後、アリアンディたちの姿を見た者はいない。勝てる気が一切しなかった疑惑、勝てる気が一切しなかった疑惑、これはもしやまたレベル上げをせよという神の啓示ですか。負け戦闘じゃないってことは育てるしかない。くぅ、魔法レベルがやっぱ足りてないんですかね。魔法レベルってのは、確かここで見られるから、ここですね。アイスセーバー、リフレッシュ、ヒールウォーター。ここで35から、1回4ですか？マジですか？アイテム補充してリベンジしますか？いや、でもアイテム補充したところでなんか稼がないと勝てなさそうな雰囲気もあります。ご用件は買う。まん丸ドロップ。持ちうる最大数まで。途中でセーブないのしんどいですね。えい。聖杯。いや、だいたい最大数は持っていた。さて、再出発。毎回これ、あれになりそう。壁に。あー、確かに。毎回消えてますからね、相手が。魔法を打つたびに消えていってたから、毎回そこで、引っかかるのね、プリムちゃんは。だから、敵が出てきた瞬間に、溜め技を当てるっていうのは、ありかもしれない。フリーズ。ピーン。ゴゴゴゴゴ。まあ、それまでは普通にディフェンダーで行こう。で、プリム、ポポイの装備を変えておく。やっぱり、チャクラムとかの遠隔系にして、で、行動パターンも、
どれだ、これか。行動パターンもちょっと後ろに下げ気味にしといた方が良さそうですね。さあこれでリベンジしましょう。結構遠いんだよな。いた、ヒールウォーター。肉弾戦はほぼ無意味。あ、そういう魔法をガンガン使わないと勝てないみたいな。じゃあ MP は温存しといた方がいいんですかね。えい、レベル13、スピードダウン、のろくなった。のろまのアリア、パチン。レベル14、レベルも足りてないのかな。まあ確かにボス 2,3 体経てるのに魔法剣が、あーなるほど、そっか、フリーズソードだかフリーズブレードだかを使って攻めていけと。なるほどね、肉弾戦一辺倒では勝てない、頭を使おう。薄くて身のこなし軽そうな体型してるのに。まあね、スリムボディではありますからね。巨乳ですけど、出るとこ出てますけど。ガチャリア、まあ、幸いにしてそんなに敵は遠くないか。あ、分裂してますね。また分裂してますね。めっちゃ分裂してますね。よっ、よし、じゃあもう一回戻ってリベンジしてみましょう。魔法を使いつつね。ここにもさっきのチェスの駒いたのか。さっきここスライムいませんでしたよね。ガチャ、まあいいや、とりあえず敵はガンムシで、いける限りはガンムシで行きたいところ。前作の配信でもあまりため攻撃使ってなかった記憶が。なんかため攻撃ね、まどろっこしくないですか。普通にガンガン攻めたくなる。あんま無視しすぎるとあれですけどね、敵に追撃受けそうな気もしますが。あ、ここは無知じゃないとダメだ。無知、無知、シュ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 、えいやー、あれ、えいや、えいや、ん、えいや、オッケー、いけた。どうせ火の玉の時には攻撃、そうですね、な、そこが勝負の分け目になりそうな気がする。あとね、10分ぐらい時間ありますから、勝ちに行きましょう。いけるいける。敵ガン無視していけばそんなに遠くもないし。まあ、後でレベル上げは必要になりそうですけど。ここが祭壇の部屋。あ、おい、てめえら、以下省略。まず、初手、プリムのフリーズセーバーを使って、やりつつ、初手まず、あれですね、ポポイのフリーズを一発当てる。で、ポポイは別に MP を使い切ったとしても、MP を使い切ったとしても問題がないので、ガンガン攻める。で、あ、これ別にあれか、同時でもいけるのか。だとすると、ここで、違う、ここで、プリムの、これ、アイスセーバーを、私にかける。ファイアブレス。で、この状態の時に貯めておく。あれ、これ無知ですね。これ無知ですね。剣じゃないですね。で、出てきた瞬間に速攻で、違う。これ、誰のリングコマンドかがね、すごい分かりにくい。よし。で、速攻でフリーズをかけていく。MP 切れるまで。ラーバーウェーブ。27。でも、継承の時にも、ラーバーウェーブ2連発。とかが来るから、こまめに回復をしていく。
ヒールウォーター全体がけで、この間に武器を剣に変える。ディフェンダーに変えましょう。多分剣が一番火力が出る。で、貯める。へい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 。で、フリーズをガンガン当てていく。あって何ですか？あって何ですか？44食らってます。フリーズ。かつ、マンマルドロップをポポイに使ってこまめに回復。てか私も HP やばいですね。ラーバーウェーブ。結構いいダメージきた。武器を変えると魔法剣の攻撃。あ、そういう？そういう？なんてこった。ファイアボール。じゃ、この間にもう一回バフを貼りましょうか。MP はまだある。アイスセーバーをもう一回私に。ん？アイスセーバーも全体に打てるのか。でもアイスセーバーは別にね、二人はなくてもいいか。アイスセーバーを私に打って、で、回復をしておきましょう。もう MP あんまないけど。で、溜め始める。溜められなかった。エクスプロードレベル4。ラバウ、その2連発はね、卑怯。で、これでプリムの MP は切れたので、プリムの MP は切れたので、ポポイにはまだありますね。ガンガン攻めてもらいましょう。で、それとともに回復オーバーしておきましょう。フリーズレベル0。いいダメージ入りますね。ラーバーウェーブ。なんと緊迫感あふれる戦い。なんかだんだん敵の攻撃力増していってません？回復アイテムがね、ありそうでね、ないんですよね。私にも使っときましょう。キンキンいってる。めっちゃキンキンいってる。さあ、出てきなさい。倒したか？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 倒した、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 よし。さあ、あとは、止まらなければ、止まらなければ勝利。止まらなければ勝利ですよ。進め、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 進め。ペペペペーン！やったー！ボタン押してないですよ。斧のパワーが、よし！武器パワーが手に入れば OK という情報を得ました。さて、魔法を使えばなんとか勝てる。こっち奥行っちゃっていいんですかね？惜しい、惜しい！止まってたらもう私切れてましたよ。なんかありますね。ありがとうよ！あんたら強いな！足はいつもあいつにいじめられてて。あいつ強いですからね。それいじめられたら、しんどいですよ。普段いじめられるうさばらしに。なるほど。許しておくんなまし？やだね。許してほしかったらオイラの子分になりな。さもないとオイラの一の子分のアリアンディがお前を、フリーズさせますよ。子分にでも何でもなります。小物だ。ノーム小物だ。おい、誰が子分だって？いやいや、足も男。足が必要な時はいつでも呼び出しておくんなせ。どこへでも駆けつけますぜ。目をつぶっておくんなまし、親分。シューン。足を呼び出す魔法を親分と奥様に覚えていただきやした。私がいつ結婚したの？なかなか気が利くねえ、ノームくん。ポポイいいですね。いいキャラしてますね。では足はここらで、またお会いしましょう。いなくなった。精霊ノームの力を得た。ノーム。早くマナの種子へ。ん？マナの種子へ。これですか？ピカー。やったぜ。
トゥーン。種子と聖剣が共鳴した。ジャガイモ、ジャガイモですよね。ポポイなかなか調子いい性格してる。みんなお調子者パーティーですね。さあポポイ。なんだポポイ、斧装備してんだろう。なんだか頭が痛いよ。ぐわっ、吹っ飛ばされた。大丈夫？うん、しっかりしろ。グーグー、寝とるんかーい。あ、おはよう。剣で切ります？ふわー。お前な。チュッチュッチュッ。お、夢で記憶を取り戻した。よかったですね。あなたは誰ですか？上の大地の森の中にあるのだった。そういうわけで、オイランチまで連れてってくれ。お調子者め。それまでは一緒に行動してやるから、感謝するように。勝手にしろ。はい、ということで、じゃあ次の目的地はその上の大地なんですかね。じゃあ、あれ、使えますかね、アイテム。ノーム。そういや、ノームはどんな感じの魔法なんですか？ストーンセーバー、プロテクト、防御系、クイック、バフですね。防御バフ系ですね。で、アースクエイク、スピードダウン、ダイヤミサイル、ダイヤミサイル強そう。ポポイは本当に攻撃系なんですね。じゃあ、帰りたいんですけど。魔法の名は。ピーン。時間の調整がいい。うまい。ダイヤキューとブレインダムド。お、ぴったりぴったり。よし、帰ってきましたね。じゃあ、ちょっとセーブをしておきたい。てってここじゃないや。セーブここじゃないや。宿屋ここじゃないや。宿はここ。イン。相変わらず踊っておる。一泊15ルクですか？お泊まりになります。ティンティン、あ、ついでに、あれしましょうか。ワッツの店で、斧でしたっけ？斧のね、パワーもらったんで、斧も強化だけしておきましょうか。次回絶対忘れる気がするんで。ピン、セーブしますか？はーい、セーブします。セーブさえしといていただければもう。ではでは、ワッツの店にだけ向かっちゃいましょう。ガチャリア。斧鍛えてください、斧。今日は何を鍛える？斧。これ。ドワーフの斧。ピーン。バトルアックスになりましたね。だいぶ武器も強くなりつつある気がしますね。よしよし。はい、ではね、今回はこまめなセーブが命を救う。ほんとこのゲームね、あれですからね、進行不能になりますからね。はい、といった感じでね、今回の聖剣伝説はこの辺りで終了とさせていただいて、また次回ね、続きやっていこうかなと思いますが、最後にね、告知をばさせていただこうかなと思います。ティロリン。次回の生放送は金曜日、11月6日金曜日の23時からね、PS の初代アーマードコアやっていきます。ガチタン、レッツ、デンということで、もはやね、究極の強さを得たガチタンでアーマードコア敵をバッタバッタと倒していきますので、中盤ぐらいは行ってるんですかね。ちょっとね、進捗はわかんないですけど、まあガンガンね、引き続き進んでいきたいと思いますので、ぜひぜひ11月6日金曜日23時から遊びにいらしていただければと思います。ててーん、イエイ。はい、といった感じで、オツセレクト、セレクトは NG、ヤッターが出るまでセレクトを押すのは NG。 はい、といった感じでね、最後になりますが、ナイスファイトっていう方は高評価押していただいて、で、まだね、お済みじゃない方はチャンネル登録していただけますと今後の励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。 AC が最近の週一の楽しみ、やったぜ。まあ、AC もね、実はプロジェクトファンタズマとマスターオブアリーナも仕入れてあるので、はい。まあね、これ終わったらそっちの方も引き続きやっていこうかなと思ってるので、お楽しみです。はーい。ではではね、今週もいよいよ折り返しを過ぎ、木金と行けば、まあとりあえず土日ということで、頑張ってね、乗り切って生き抜いて参りましょう。ではでは、今回も金髪巨乳清楚ゲーム激うま VTuber、嘆きのアリアがお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。おつせいさでございます。まったねー。ででん。